単語大仏、単語大仏と桜地図、単語大仏は、京都府与佐郡稲町本坂にある大仏である。またの名を、筒川大仏。現在の大仏は二代目で、初代は、青銅製だった。2017年4月、文化庁により、地域の歴史的魅力や特色を通じて、日本の文化、伝統を語るストーリー、日本遺産の単語地理面回路を構成する。 文化財の一つに認定された。津川流行性官房で亡くなった津川製紙工場従業員ら42名の異例のため。津川製紙工場とは、単語地理名を主要産業とする京都府単語地方の内陸部、津川の上流域に位置する農産村地域に1901年に創立された単語研資産主生産販売組合を母体とした、 製紙工場で山深い農村部の経済的発展に著しく貢献した。後に新綾部製紙株式会社津川工場と改名。1934年頃まで創業した。多くの死者が出て大仏建立に至った当時は助行ら約130名を雇用していた。青銅製の大仏で鎌倉大仏を模して作られた。高さ8尺5五寸。 座幅バ6尺五寸で、周囲にはいずれも青銅製の、高さ1畳の灯籠が1体、流行付け直径3尺の大火鉢が1つ、高さ4尺の大付けの犬犬1体が配置され、その他にも多くの石灯籠も並び据えられた。費用は4950円を要した。ありがとうございます。